明けましておめでとうございます。田中浩二です。2022年、変わらずこの事務所から今日一発目は、今年一発目は、ちょっとご報告というか、まあ、今年の動きとか去年の、感じとかでちょっといろいろと振り返りながらお話をしたいなと思うんですけども、去年2021年はですね、まあちょっと表だった活動とかそういうのがほとんどなくてですね、まあ YouTube だったり TikTok だったりしたぐらいだったんですけど、まあ裏の方では結構かなり動いていました。で、この YouTube についてなんですけど、まあ今後、今年から考えていることとしては、まああんまりその再生回数を無理くり増やすような動画っていうのはまあ上げたくないなというふうに思ってまして、今はそのチャンネルをこうどんどんもっと大きくしていくぞっていうよりかは、定期的に見てくださってる人に動画を作っていきたいなというふうには思ってるんですけど、まあそんな大してめちゃくちゃ数が多いわけじゃないんですけどね。まあ例えば他の方の名前を出したりだとか、他のその時事ネタとかですね、そういった他の人の名前だとかっていう時に関してのこともですね、かなりこれからは喋りたいことをもう絞って喋っていきたいなというふうに思ってます。まあ今まで以上にというところで、まあとことんまで今年はですね、好きなことをやっていきたい、とことんまで好きなことを極めていきたいなというふうに思っておりますね。またその YouTuber さんたちとかとはちょっとまた違ったりはすると思うんですけども、で今年2022年の活動としてはかなり活発な活動になると思います。もちろん YouTube の方も結構、去年のその喋ってるだけの動画以外の、活動も多くなるか、そういった動画も多くなるかなというふうに思ってます。で去年ですね、2021年の3月ぐらいに曲を作って、まあそこから、ドラムのレコーディングがスタートして、夏前ぐらいですかね、でベース、エレキギター、歌取りと、まあ順調に今のところ進んでまして、レコーディングの方も結構大詰めな感じにはなってきたのかなというふうに、思います。で近々そのミュージックビデオだとかライブツアーについての発表する動画も上げれるかなと思っておりますので、ほんと近々だと思いますけど、まあその日程だとか、これからのですね、ちょっとかなり忙しい、そこまでが実はその見えない部分っていうところの方が結構大変で、まあ時間もかかりますし、それだけたくさんの人も関わってきますし、まあお金もかかったりもしますけども、2022年が皆さんがね、いい年になるように、ね、皆さんの生活のね、そのいい年になるその一部に、まあ僕が少しでもなるように今年も頑張っていきたいと思いますので、どうぞ2022年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。田中浩二でした。